玉川修士教室の玉川優吾です。今日はですね、日本修士生徒部中学1年生のですね、6月検定課題を書きながら説明いたします。今回の課題は時計の針です。こちらを学んでいきます。横角のこのですね、長さ方向ですね、よく見て右上がりに書いていくといったところを注意してみてください。特に皮片は横長さね、短めですので、そこも注意していくということと、この言偏も金偏もきつめにね、いきますので、そういったところを注意してください。また火のここね、横角の間間隔ですね、それぞれ揃えて書いていこうというところを注意しましょう。またですね、穂先の通る位置にですね、注意して書いていきます。横角を書くときはですね、穂先は角の上側を通ります。縦角を書くときは穂先は角の左側を通ります。そして跳ねるときはですね、この縦を書くときは穂先は角の左側を通りますが、これ一度止めてからですね、跳ねるときは穂先は角のこっちの上側ね、通って跳ねていきますので、そういったところを注意してください。また径も針も最後縦角ね、払っていきますので、曲がらないように体でですね、書くようにしていきましょう。はい、赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでから書くようにするといいかと思います。はい、それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、時、皮片は狭めですね、狭くまとめていきます。一画目縦、穂先は角の左側を通ります。横角、右上がり、短め、はい、転接、折れです。押さえたらまっすぐ、角の左を通ります。三角目、右上がり、四角目、右上がり、同じ間隔です。五角目は転接のところですね、この下、この右上がり、二角目の右上がりと同じ方向。そして六角目、立てて、そして七角目、はい、三角目の収筆のところから支筆ですね、長くです。八角目、五角目よりも長いです。九画目は六画目のこの右側のところですね、支筆を入れていきます。立てまっすぐで、内側に入れてから跳ねていきます。そして最後、1、2、3、はい、そして K ですね、1、2、3、はい、言偏右上がり、はい、三角目、はい、四角目、間隔同じ方向で、はい、五角目内側に入っていきます。六角目、はい、間隔気をつけて、転接、はい、内側に入って、はい、7画目は縦角の横に出ます。そして8画目は3画目のところ、そして右上がりで伏せるようにして、はい、最後縦角です。9画目は1画目の支筆の上から、はい、まっすぐ、払っていきます。
はい、の一画目、はい、左下、はい、止めてここで軽く跳ね上げます。ここでちょっと押さえて、はい、丸みをつけていきます。はい、ここで軽くします。穂先が変わります。そして次第に太くして真ん中で払うという書き方となりますね。はい、そして針、はい、一画目左払い、二画目、はい、三画目右上がり、四画目同じ方向で、五画目はこの一、二画目の交わった真下で、六画目1、2、3、はい、左下に払って、はい、ここは払い上げていきます。そして九画目は五画目、4画目ですね、4画目のところで右上がりで伏せて、はい、最後1画目の上に出ます。四筆は出てて、まっすぐ貼っていきます。はい、このようにして書いてください。